ボスゲリラとはいおちょめのドバドバ大放送。始まりましたね。はい、はい、よし。今年はね、結構本当1月2月から自分ちょっと忙しくて、ああボス忙しかったね。はい、まあウピーピー YouTube でもちょっとね見て出てるけどね、ショットショー、ショットショー行ってきたよ。行ってきましたか、海外。はい、飛行機乗った。飛行機乗ったよ。うわ、乗っちゃったよねこれね。はい、わーすごいね。はい、まあラスベガスというね、あちょっと派手な街行ってきたよ。すごいね。そう、ロサンゼルスまではね行った時あったんだけどね、ラスベガス自分なくて、うん、まあ噂なら聞いてたけど本当に物価高いね。あそう、うん、あそうなんだ。なかなか高くて、いや本当に、おうん、驚いちゃった。本当にね、うん、ご飯食べるのにも、うん、まあいろんなとこね行くんだけど、大体本当、うん、ディナーとかでも、うん、5、60ドルとか。何 ?5、60ドル、うん、してたな。ディナー5、60ドル、うん、マジかよ。結構すんな。結構する。水とかもね、高いんだよね。やっぱ砂漠の街だから。元々ね、うん、ペットボトルもだいたい4ドル、5ドルしてたしね、この。マジで、うん、いや、高えなと思った。マジかよ、うん。日本から水持ってっちゃダメなのか。いや、ダメなの。ダメなの。持ち込めないからね。そうか。うん、まあショットショー自体はね、やっぱすごい大盛況で、うん、まあアメリカの業者さんがこう集まって、うん、まあアメリカもヨーロッパのね、うん、まあそこでこう銃の紹介とか装備の紹介とか、うん、まあいろんな企業のまあ商談会みたいな場所なんだよね。うん、結構動画も見たけど、うん、すごい会場も広いし、うん、もう出店ブースもすげえいっぱいあるのね。ある。1日は絶対回りきれない。あ、そう。うん、本当ね3日4日ないと無理かな。そんなに広いんだ、うん、実際にはね4日5日まで間やってるんだけど、うん、うちらはもうほんとそれでも2日3日も回ったけど、もう全部は見れない、うん、ちゃんともうパパパパパって見るしかない感じが。あらららそれぐらいやっぱ業者さんが多くて、うん、ほんとね実際の銃がそのまま触って持てる、うん、見れる、うんうん、なのでやっぱすごいよね。ほんと普段実銃なんか触って持ってることがないから。ないね。もうみんな、あれこれ、あれって不思議な感じがする。ぽ、う、ろ、ん、っとこう。で、スライドもガチャガチャ引いたり、マガジンとかを見たり、なんでもやらせてくれる。おー。うん、やっぱすごく貴重な体験をしたなと。それは、ないね。さすがに。日本じゃまあできないわな。ない。うん、今回ね、ミサミサと二人でこう回ったんだけど、うん、まあ向こうの人たちもやっぱ、こう、パッチうん。をつけてて、なんかね、こう通り歩いてるとちょっとパッチ交換しようぜみたいなのがあるの、うん、それはなんかそういうなんていうの挨拶代わりみたいな、うん、なんかそう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  ルールじゃねえけど、うん、そういうのがあるなんかね、うん、スワップしようってなんかこう俺これ持ってるから君のちょうだいみたいな、うん、全然、ねうん、うちらもねそういうのが多分あるだろうなと思って、うん、余分に持ってきてたの。まあデスマシンのパッチだったんだけど、おめっちゃ喜んでたみんな。デスマシンハハハハッってみんなめっちゃ喜んでてまあね、うん、もう動画見ててもみんなフレンドリーだって感じに見えたけど、そう、もう全然やっぱ本当に、ね、同じ趣味持ってる人たちなんで、うん、面々、うん、全然フレンドリーだったし、うんまあ、特にねミサミサ女の子だから、まあ、みんなねこうそうだね、うん、世話焼いてくれるから、うん、結構よかった、うん、いいと思うよ。まあそうだな、うん、いいな、よかった、うん、すごくよかった。まあまあ、自分たち行きたいなと思って、まあ、面白いなと思ったものをこうねピックアップしてこう紹介してるんでね、うん、動画も、うん、向こうはでも、うん、まあ当たり前なんだけどみんな英語でしょ。英語英語英語でしょ、うん、どう会話どうする。あこれねすごいの、うん、今アプリがあるじゃない、翻訳アプリ。おお携帯のこういう携帯、そうそう意外にね使える、うん、これ本当にね、俺もミサミサも携帯アプリでやり取りした、もう分かんない部分は携帯アプリでこれっつったらもうほぼ伝わる。あそう、うん、全然大丈夫。意外よ、オッケーオッケーって言って、で向こうが喋ったことも日本語に返してくれるのね、そのアプリは、うんうん、だから分かるのよ。おおと思って、うん、全然
問題ないじゃん。じゃあ問題ない、意外に大丈夫だったよ。おいけるね、いけるいける。だから、すごいいい世の中になったよねみたいな。なったね、素晴らしい。スマートフォンはすごいね、ボス的に面白いな、これ面白いなっていうのはあった。うん、結構あって、うん、まあもうほんと G&G ね、G&G はね、結構ショットショー、ほんと実銃のイベントと思われがちだけど、意外にトイガンメーカーも出てるんですよ。それが G&G だったんだけど、これ日本で発売された新製品ね、これね。お、なんでてってれー、はい、PCC9 これね、PCC9 これもね、まあ動画でも出てたんだけど、まあこれね、日本でね発売されたばっかで、はい、世界でね3000丁限定撮影中。限定、うん、おうです。で、これ、従来の、ARP9 をちょっとこう、長くした感じ。うん。うん。で、なんか、ね、中身一緒じゃねえと思ったら、意外にね、違かった。中のね、ETU もね、新型に変わってたし、うん。うん。そこそこ、性能はやっぱ上がってるのね。へ、でね、前回の ARP9 って、うん、まあこう欠点だったんだけど、このマガジン、うん、こう抜き差しがねすごく大変だったの。あ、それはね、うん、聞いたことがある。結構大変で、うん、もうみんなあ勝てえなーって言ったんだけど、うん、これね PCC9 ね、もうめっちゃ改良されて、うん、もう簡単にほら入るようになったの。おう、うん、おう、これでもうここ、あ、さすが G&G、ちゃんとね改良してるんだ。あー、これすげえな。うん、あー、これはいいかなと。うん、で、まあ実際のね射撃性能も良くて、まあこれもね、うん、今後ちょっとリポートするんで、うんうん、ドバドバまた見ていただければと思うんだけど、うん、まあこれ限定3000丁、まあ日本、世界で3000丁なんで、日本では何丁かなって結構まあ入ってくると思うんだけども、うんうん、早めになくなるかもしれないので、皆さんね、これね、ぜひ手に取ってね。おー、いいね、うん、じゃあちょっと見ていただいて。おー、いいのかい、触っても、うん、おい、うん、すごいね。あ、確かにハンドガード若干ちょっと長いんだね。長い、うん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 、で、ストックもね、あ、握りやすい。そう、クレーンストックもついててね、うん、うん、握りやすいと思う、ね、握りやすいよ、うん、あれしかも、うん、トリガーのところにちょっとギザギザがついてるぜ、うん、これ前からついてるよ。ほう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 、うん、前からある、これね。あ、ここね、ここ、これマガジン。あ、これはいいね、うん、しかもここやりやすいね、マガジン外したりするのもね。そう、だからうちらのその昔のまあ時代で言うとね、こう KG9 みたいなやつだね。あー、近い、うん、うん、イメージ的には KG9 だね。 KG9 にすごく近い、うん、だから大きさ的にもちょっと近いんじゃねえか。うん、うん、もうほんとストックがあるかないかだけの違いぐらいだから。ほんとそうだね、うん、結構、うん、うちらの世代もこれ受けがいいかなとは思うよ。うん、いいね、これいいでしょ。うん、うん、かっちょいいね。全国のね、うん、小売店で PCC9 発売されてますんで、そう、ね、限定品ですから皆さんぜひね、見つけたら買ってくださいね。これね、買う気ないね、これいいと思いますよ、うん、はい、これぜひ買ってくださいね。ね、でお願いします。はい、まあ、最近ね、うん、カスタム依頼も結構あって、おこれね、デスマシン、はい、デスマシンにね、こう ARP9 の、 ドレスアップキットを組み込んだの、うん、あの最近話題の、うん、だからちょっと赤いのついてるでしょ、これで、まあ、各色出てるんだけど、うん、まあ、今回はこの赤いね、ドレスアップキット、うん、つけてみました。だいぶね、イメージ変わる。変わるね、うん、すごくいいでしょ、うん、うん、なんか自分だけのなんかこうオリジナル感みたいなのも作れるんで、いいね、うん、まあこういうのもね、ぜひやってるんで、まあ、興味あれば、うん、バースヘッドまでね、連絡ください。ボスゲリラ組みますんでね。ああ、やっぱりちょっと組むには技術が必要なのかい？そうだね、トリガーもこれ変えなきゃいけないんで、うん、メガボックスばらさなきゃいけない。ああ、うん、あとね、これまあ組んだ人は分かるんだけど、これ注意点があって、うん、こうトリガーもこれ一応塗装されてるっていうか、まあしてあるんで、うん、そのまま組むとね、ちょっとね硬いっていうかね。おー、そういうこととか。だからトリガーもちょっとこう、周りもちょっとこう加工してね、うん、スムーズに浮かしたりするっていう技術も必要なので。なるほど、はい、まあもしちょっと不満っていうか不安がある人は、うん、まあ、ちょっと専門ショップにお願いして組んでもらうのが一番いいかなって。あ、はい、持ち込んだ方が一番、持ち込んだ方が一番安心だな。うん、うん、で、まあ中も自分いじってますんで、うんうん、
まあデスマシーン、まあ本当ね、デスマシーンもね、もう、うん、まだ1年経ってないのか、発売されてね、マーク2はね。そうだね。うん。うん、で、まあ、本当にすごい人気があって、今でも欲しいって人いっぱいいるんですけど、うん、ありがたい。これね、デスマシーン、やっぱみんなね、うん、第3弾、あるんじゃないかと。おぉ。噂が立ってますけど、おぉ。これね、まだね、わかんないです。正直、わかんないです。なんだよ、その情報。はい、いらない情報だったから、はい、分かんねんじゃん。もうね、みんなのね、要望がすっごい来ればやるかな、うん、あー、もうみんなちょっと要望バンバンもう出すっきゃねえよ。ほんとデスマシンのいいところってもう軽量で高性能じゃない、うん、ほんとね、軽くて使いやすいのがいいから、うん、まあそれのコンセプトだってサバゲ向きっていうね、サバゲ向きで作ったんで、だから次回をどういう風なコンセプトで作るかにもよるの。だから、まあ、逆にリアルにするのか、それをサバ気味で軽くするのか、なんて、ね、あとこう長く、ね、長くするのか、スナイパー向きにするのか、ね、俺長いの欲しいな、うん、俺長いの好きなんだけどな。まあこれもね、ちょっと自分も考えてね、またちょっと企画書をちょっとメーカーさんに出して、うん、はい、ちょっと頑張りたいと思うんでね、皆さんぜひちょっと応援してくださいね。応援よろしくお願いします。まあ情報が入り次第またね、応援をよろしくお願いします。はい、はい、ディスマシンまたね、紹介しますからね、はいはい、いや楽しみ。デスマシーンマーク3、マーク3、それからちょっと名前が変わるかもしれないね。デスマシーンゼータ、ゼータ、うーん、ほんとまんまだね、これね。怒られちゃうんじゃねえかこれ。大丈夫かなこれ。ゼータにし怒られちゃうんじゃねえかみたいな。大丈夫か。 Z も GT とか G そういう感じ、そういう感じ。デスマシーンスーパーとか、ね、スーパーとかね、そういう風になっちゃうとまんまね、アニメの世界になっちゃうから、うん、そんな感じで作っていきたいと思うので、くだらね、はい、皆さんね、一つね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、ということで、はい、まあね、本当ね、はい、ちょっとドバドバ、本当更新が遅いってみんなから言われてて、はい、ごめんなさい。はい、チョメさんも俺もね、ちょっとね、最近忙しかったんで、まあそうなんです。これからはね、ちょっとね、ちゃんとね、やりましょうね。はい、そうですね。はい、まあ、はい、新しい企画ね、本当またもうトイガンだけじゃなくてね、うん、ちょっといろ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 やっていきたいな。はい、うん、またクソ映画紹介やるか、クソ映画紹介やろうか。はい、だけど一回あれをちょっと紹介してちゃんと映画見たって人もいるし、いるしね、うん、うん、まああれあれでいいのかなみたいな。そうだね、うん、うんうんうん、ちょっと好きなことをいっぱいしていきたいよね、うん、うん、食べる系とかもいいね。食べる系やるか、食べる系やろう、うん、ちょっとそれもやっぱあるから、うん、ちょっと俺の、そうね、うん、俺の体が健康なうちに、はい、うん、チョメさんね、まあだけど前に比べたら健康になってるんで、そう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 、うん、ね、うん、血圧200だったから、そうこれネタじゃないからね、うん、はい、200、上が200、うん、下が100超えてたからね。もうね、これ死んじゃうから、普通の人医者からすぐ死んじゃうよって言われたから、はい、今ねちょっと結構ね抑えたから、はい、抑えてます、うん、まあ、はい、やっぱ健康第一ということでね、はい、これからやっていきましょう。やっていきましょう。はい、はい、ということで、期待、はい、またドバドバ楽しみにしてください。はい、コメントもよろしくね。うん、はい、ということで、はい、はい、じゃあチャオ、チャオ、はい、じゃあねー、はい、気候法マジか、恥ずかしいんだよそれチャンネル登録よろしくねー。イエーイ。